2021年6月時点では、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替はその退役が予想される2035年前後を目標として、次期戦闘機を開発する計画として鋭意進められている状況にあったよね。この次期戦闘機の開発に合わせて、同機に搭載する小型の無人機の開発を行うことを防衛省が表明したよね。このための予算確保を2022年度概算要求に組み入れて本格化させることが報じられていたよな。さて今回は、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替計画次期戦闘機に搭載する、小型無人機の開発を防衛省が公表したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。次期戦闘機に搭載して運用する形式となるこの無人機は、その次期戦闘機から射出されてもっと前方の空域に先んじて展開し、その管制下でありつつ自律的な行動を行うことが求められるんだ。このためこの無人機の実現には高度な人工知能技術が必要不可欠になるものと思われ、搭載するセンサータグや人工知能によって戦場における高度な自律飛行を目指すものと言えそうだね。今回の防衛省の発表では次期戦闘機に搭載する形式での無人機開発が打ち出された格好だけど、実はこれまでにも無人機、正確には遠隔操縦型の無人航空機の開発は俎上に挙げられていたよ。それまでの遠隔操縦型の無人航空機は、今回と同様に人工知能によって制御された自律飛行を行う点は同様だが、次期戦闘機1機がおよそ3機のこれらを随伴飛行させるという比較的大型な機体だったよな。この遠隔操縦型の無人航空機が担うのは、有人の次期戦闘機に先行して前方へ展開し、敵軍を探知する役割や、将来的には空対空巡航ミサイル等の兵装による攻撃任務まで想定されていたもんね。よって今回防衛省が発表した次期戦闘機搭載形式の無人機と、以前から伝えられてきた遠隔操縦型の無人航空機とは、かなり性質の異なるもので別計画に相当する印象を受けるよ。遠隔操縦型の無人航空機といえば、世界的に見ればアメリカ空軍がクラトス社と進めている XQ-58A バルキリーが最も知名度が高い存在だと思われ、こちらはすでに2019年3月には初飛行をしているんだ。XQ-58A バルキリーそのものもある程度の発注数のロットを超えれば、1機あたりが3億円以下の生産コストになるとして非常に注目を集めており、費用対効果を考慮した場合の優位性が高いと目されているぜ。何よりこうした XQ-58A バルキリーのような遠隔操作型の無人航空機は、当然のことだが搭乗者を必要としないため、戦闘機における人的損耗を一切考慮する必要のない点が注目されているゆえんだな。この2021年3月にはこの XQ-58A バルキリーのウェポンベイから、さらに小型の無人航空機アルテウス600を空中で打ち出すテストも成功しており、大型の無人機が小型の無人機を内包することも可能となっているよ。もともと日本の次世代戦闘機計画は、いわゆる第6世代戦闘機にあたる機体開発を行うプロジェクトなんだけど、XQ-58A バルキリー等は第5世代戦闘機やそれ以前の第 4.5 世代戦闘機を母機とできる点も先進的だね。このため、日本が自前で遠隔操縦型の無人航空機や小型の戦闘機搭載型の無人機を開発することには期待したい反面、世界の潮流からは大きく遅れてしまっている感がどうしても拭えないよな。さて戦闘機搭載型の小型の無人機だけど、こちらもアメリカは国防高等研究計画局が推進しているロングショット UAV、ロシアもスホイ57戦闘機用のライトニング UAV など第5世代戦闘機での運用が想定されているんだ。一部でフランス、ドイツ、スペインが共同開発中の FCAS 計画において、第6世代戦闘機となる同機に搭載可能な小型の無人機があるようだけど、こちらは重量 100kg 以下の小型無人機となる模様だね。ただし前述したようにアメリカやロシアなどでは第6世代戦闘機より前に、第 4.5 世代戦闘機や第5世代戦闘機を母機として運用する小型無人機を投入しそうな状況にあり、FCAS 計画もこれに習う公算が高いぜ。そうなるとフランスは現時点で運用中のラファールや、
ドイツであればユーロファイタータイフーン等の第 4.5 世代機による先行導入の可能性も高く、やはり日本のこの分野における遅れが懸念されるね。これらの普及が加速すれば、日本も有望に次世代戦闘機の稼働のめどでもある2035年まで無人機の導入ができないという選択肢はなくなりそうだよ。無人航空機はいずれにせよ新たな分野の兵器ではあるが、ドローン等と同様に急速に進化を続けており、既存の兵器との連携をどのように図るのかが大きなポイントになることは確実だと言えるよな。非常に個人的な見解にはなるけど、こうした無人兵器は直接的な人員の損耗を防げるという観点からは、むしろ小規模な軍事紛争の多発を招く可能性を高めるのではないかと危惧せずにはいられないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本周辺国が日本本土を攻撃できる弾道ミサイルは質量ともに多数存在しており、弾道ミサイル防衛能力の向上は喫緊の課題となっているよな。北朝鮮や中国、ロシア、日本は大きな軍事力を持った国々との間に問題を抱えているもんね。防衛省は弾道ミサイル攻撃から国民の生命財産を24時間365日守り抜くための能力を、抜本的に向上させることが可能であるとしてイージス・アショア2機を導入すると2017年に決定したよ。さて今回は、次期最大級護衛艦イージスシステム搭載艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、イージスとはギリシャ神話の女神アテナが用いる盾のことだね。しかし、2020年12月18日、諸問題点を解決できずイージス・アショアの配備を断念し、これに代えて、既存のイージス艦よりもはるかに高い迎撃能力を有するイージスシステム搭載艦2隻を整備すると発表したんだ。敵が発射したミサイルを迎撃するだけでは確実な防衛はできないからな。敵はミサイルを保有するだけ撃てるんだから。上記決定を盤石のものにするため2022年12月16日に敵のミサイル発射基地などを叩く、反撃能力の保有を明記した国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の防衛3文書が閣議決定されたよ。日本の周辺では北朝鮮がミサイル発射を繰り返し、ロシアはウクライナを攻撃しており、いつ矛先を変えるかわからないもんね。
ウクライナを攻撃する前に、日本を攻撃する案もあったと報道されているほどだし、中国の軍事力の整備は特に進んでいて、日本は最悪の事態も見据え、迎撃だけの防衛から反撃能力を保有する防衛へと、安全保障政策を大きく転換したってわけだな。反撃とは、敵が日本を攻撃したその手段を叩き潰して、再度の攻撃を阻止することだね。敵の攻撃を理由に敵地攻撃をすることではないから、限定目標の攻撃になり、攻撃してきた敵の手段に反撃する手段は、対ミサイル攻撃、対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、将来的には対衛星攻撃に発展すると思うよ。対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、対衛星攻撃についてはそれぞれの専門部隊が実施すべきで、イージスシステム搭載艦は飛来するミサイルの迎撃とミサイル発射母体に対する反撃を専門に実施する護衛艦であるべきなんだ。日本の周りは海となっていて、敵のミサイルは海を渡ってくるよね。渡ってくるミサイルとその発射母体を撃滅することがイージスシステム搭載艦の任務ってわけ。2022年12月16日ウクライナは電力不足により全国で緊急停電を実施していて、ロシアが撃った98発のうち60発は迎撃したんだけど、撃ち漏らしたミサイルが電力設備を破壊したんだ。ウクライナの送電網はこの日まで2000発以上のロケット弾とミサイルによるロシア軍の攻撃で大きな被害を受けたと、送電網運営会社ウクルエネルゴが発表しているよ。迎撃ミスはないようにしてもらいたいよね。訓練、整備などのために常時周辺海域で任務遂行できる艦数は限られてしまい、イージスシステム搭載艦2隻では到底足りないよな。敵の弾道ミサイルの弾道の下に位置しないと迎撃は難しいぜ。日本の周りで常時警戒し、確実なミサイル防衛を実施するためには、警戒常駐海域を日本海に最低2カ所、東シナ海、太平洋の計4カ所以上を設定する必要があり、各海域に常駐、訓練、補給整備をローテーションで行うと3隻は必要になってくるんだ。またミサイルの再補給は洋上ではほとんどできず、港へ帰らなければならないよ。太平洋に1カ所は少なすぎるけど、太平洋への敵艦艇の進出は事前に把握できるだろうね。つまり4プラス海域に3隻で、計12以上のイージスシステム搭載艦を保有する必要があると思うよ。海上自衛隊は令和4年時点で既存のイージス護衛艦を8隻保有しているんだけど、これらの艦は本来的に護衛艦隊の対空防護任務を遂行する艦で、外洋で活動するんだ。日本本土弾道ミサイルの攻撃から守る任務を遂行する艦として初めて、イージスシステム搭載艦が整備されることになったってわけだね。2500年前の中国で書かれた兵法書孫子は敵を知り、己を知れば百戦危うからずと説いていることからも、まず、日本本土を攻撃してくる可能性のある日本周辺国の弾道ミサイル、巡航ミサイルの主要なものについて見ていこうと思うんだけど、ロシアの超音速対艦巡航ミサイルツィルコン等の対艦、対空、対戦ミサイルは除いているよ。まず、中国が日本本土攻撃に使用することができるミサイルなんだけど、中国及びロシアは、極超音速滑空体 HGV 及び極超音速巡航ミサイル HCM をはじめとする極超音速兵器を開発中みたい。マッハ5を超える極超音速兵器は弾道ミサイルよりも飛行高度が低く、複雑な軌道を取ることができるため、探知、揚撃が困難になるんだ。中国は弾道ミサイルに加えて、巡航ミサイル YJ-18 を開発しました。YJ-18 は固体燃料ブースターで発射し、ターボジェットエンジンで巡航し、週末は固体燃料で速度を上げ目標に到達する機能を持っていて、さらにまた、中国は YJ-18 を発展させた CJ-100DF-100 東風100を開発しており、このミサイルはターボジェットをラムジェットエンジンに変えて速度を上げ、射程も伸びているみたい。中国、ロシア、アメリカも極超音速兵器の開発と配備を進めており、弾道ミサイルに加えて巡航ミサイルも日本の安全保障にとっては大きな脅威となってきたな。今や、極超音速兵器により日本の安全保障環境は劇的に変化していて、
低空軌道を飛ぶ巡航ミサイルや極超音速ミサイルの迎撃はかなり難しいぜ。中国の人民解放軍は1966年に編成した戦略ミサイル部隊である第2砲兵を2015年にロケット軍と改名していて、日本を射程に収める新用基地には、射程距離1750クム以上の DF-21 や DF-31 が多数配置されているんだって。2022年8月に中国が行った軍事演習で、与那国島から 80km の地点に弾道ミサイルが落下していて、2020年からロケット軍は戦略抑止能力強化のための長期近代化計画を進めているよ。2020年だけで250発の弾道ミサイル実験訓練を行っており、これは中国以外の全ての国を合わせたものよりも多いんだよね。米国防長官府が発表した中国の軍事力に関する年次報告書2021によると、弾道ミサイルのうち射程線から 3000km 程度の準中距離弾道ミサイルを中国は600発以上保有しているとされているみたい。次に北朝鮮が日本攻撃に使用することができるミサイルだけど、北朝鮮は各種の弾道ミサイルの実験を繰り返し、日本を射程圏に収める弾道ミサイルを多数保有しているんだ。北朝鮮は2022年11月18日、型で世界最大級の大陸間弾道ミサイル火星17号の発射実験に初めて成功していて、この火星17号は最高高度 6040.9km まで上昇し、宇宙ステーションの高度は約 400km で15倍以上の高さまで上がっていて、2022年3月25日北朝鮮は、火星15号を、高度 6000km に達し1時間以上飛行した後、日本の排他的経済水域 EEZ 内に落下させているよ。また、10月4日には、火星12号を発射し、日本の東方約 3200km の太平洋に落下させていて、飛距離は 4600km、最高高度は 1000km と推定されているんだ。北朝鮮のミサイルが日本上空を通過するのは2017年9月15日以来、5年ぶりで7回目となっていて、北朝鮮の技術が一層進んでいることが伺われるよ。次にロシアが日本攻撃に使用することができるミサイルだけど、ロシアは多種類のミサイルを製造しているね。中でもカリブルは今後数年間、ロシアの長距離攻撃の主力となると言われており、陸上攻撃型は諸情報を総合すると、米国のトマホークに近い性能を持っているぜ。対艦攻撃型の終末弾道は超音速で、致命的な兵器となり得るな。また対戦型もあり、魚雷発射艦から発射する対戦ミサイルのスタンダード版になるとされているよ。発射母体は地上の発射台付き車両 TEL、艦艇、航空機、潜水艦で、陸上攻撃型である 3M14T と 3M14KNAT を呼称 SSN30A は、射程が最低でも 1500km を超え、かつ地形追証も可能なんだって。北朝鮮が火星17号の発射実験に初めて成功した2022年11月18日に、ロシアは RS-28 サルマトサタン2の実験に成功したと発表していて、プーチンが2018年の年頭教書でアバンガルドは隕石あるいは火の玉のように目標に到達し、ミサイル防衛システムはもはや無力であると発表しているよ。このアバンガルドは RS-28 サルマトに搭載、搬送され、目標の近く約200クムで切り離されマッハ20以上で目標を攻撃する極超音速滑空体だね。さて、防衛省は令和5年度予算案にイージスシステム搭載艦の設計費やエンジン取得費を予算要求していて、構想ではイージスシステム搭載艦の基準排水量は約2万2000トン、全長約210メートル、全幅約40メートル程度として検討しているみたい。基準排水量約2万トンは出雲型とほぼ同じで、最新イージス艦マヤ型の2倍以上で、出雲より大きく、戦闘艦としては非常に大型の艦艇になる見込みだね。イージスアショアで配備する予定だった米ロッキードマーチン社製の大型レーダー SPY-7 を転用する前提で、既存のイージス艦レーダーより重いため、重心のバランスを取る必要があり、船体が巨大化するとのことだよ。同省は船体の大型化で揺れを低減し、5
極超音速兵器への対処やレーザー兵器の機能を追加できる拡張性を備える利点があるとしているんだけど、この大きさでは速度が 33km/18 ノットしか出せず、他の護衛艦が 56km/30 ノットで行動するときついていけないし、護衛艦の足でまといになるんだよね。既存イージス艦8隻など他の自衛艦との連携や共同運用も当然できなければならないからな。イージスシステム搭載艦は陸上のレーダー施設とともに敵にとって最優先撃滅目標で、日本本土を狙ってミサイルを発射しても途中でイージスシステム搭載艦に撃ち落とされたらミサイル発射の意味がないわけだから、敵はまずイージスシステム搭載艦を撃破しようとするだろうね。したがってイージスシステム搭載艦には護衛のための護衛艦がつく必要があり、護衛がついたとしても、時間にも対空、対艦、対潜水艦船能力は必要で、ソナーやヘリコプターも今や不可欠なんだ。日本近海で行動するにしても、護衛してくれる護衛艦がついていない状態で単独行動をすることは無茶で、その点から、イージスシステム搭載艦は、当初案より小型化し、機動力を高め既存イージス艦と同等の各種船能力機動力を保持するよう計画されているみたい。当初計画の乗員約110名、この人員は既存イージス艦の約3分の1だけど、この乗員でこの艦の能力発揮ができるのかな。一部乗員は陸上自衛艦で構成され、艦船の維持運用に一部民間委託も検討されているらしく、長期防衛力整備計画に定められた陸上自衛隊から共同の部隊、海上自衛隊と航空自衛隊へ振り返される約2000人の定員はイージスシステム搭載艦要員にも充てるとの方針が示されているぜ。前述の防衛3文書のミサイル防衛に関連する部分を要約すると次のようになるよ。前述の防衛3文書のミサイル防衛に関連する部分を要約すると次のようになるよ。日頃から、相手国に力による一方的な現状変更は困難であると認識させ、侵略の意思を抱かせないようにする抑止力が必要である。侵攻を抑止する上で鍵となるのは、脅威圏外の離れた位置から対処を行えるスタンドオフ防衛能力等を活用した反撃能力であるよ。既存のミサイル防衛だけで完全に対応することは難しくなりつつある。この反撃能力については、1956年2月29日に政府見解として、憲法上、誘導弾頭による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾頭の基地を叩くことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるとしていたよ。しかし、日本はこれまで反撃能力を政策判断として保有してこなかったんだ。脅威圏外から対処する能力を強化するため、一二式地対艦誘導弾能力向上型地上発射型、艦艇発射型、航空機発射型、当初防衛用高速滑空弾及び極超音速誘導弾の開発施策を実施継続するんだ。イージスシステム搭載艦には大気圏外で弾道ミサイルを迎撃する RIM-161 スタンダードミサイル 3SM-3 だけでなく、大気圏内容で巡航ミサイル迎撃にも使える RIM-174 スタンダードミサイル 6SM-6 も搭載する計画で、また反撃に使用する装備品として一二式対艦ミサイル能力向上型艦上発射型を搭載する方向なんだって。また既存イージス艦に搭載する米国製の巡航ミサイルトマホークの購入を目指しているみたい。火星17号を迎撃する場合を例にとると、弾道ミサイル迎撃用 SM-3 ブロック 2A の迎撃最高高度が 1000km、最低高度が 70km とされていて、6000km から弾頭が誠空中を自由落下すると仮定すれば、高度 1000km から 70km は90秒となり、SM-3 ブロック 2A は90秒間にミサイルを迎撃しなければならないんだ。反撃のために TEL を一二式対艦ミサイル能力向上型で攻撃するとすれば、TEL はミサイル発射後すぐに移動するから、
ミサイルを発射した TEL を撃破するとなると非常に難しい任務だね。情報衛星や全国各地のレーダーが捉えた情報を集約するジャッジと呼ばれる自動警戒管制システムとの連携が不可欠だな。中国のミサイルが100発単位で放たれ、飽和攻撃をされたら、イージスシステム搭載艦が搭載する迎撃ミサイルの数では到底足らない状態で、この点からもイージスシステム搭載艦と他のイージス艦や航空機との連携は不可欠なんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。国産自立型水中高層式機雷探知機 OZZ-5 の最新情報をキャッチしたよ。確かこの OZZ-5 は海上自衛隊の最新鋭護衛艦である最上型護衛艦で搭載予定なんだよな。最上型のさらなるパワーアップが見込めるってわけだね。最上型は少人数での任務遂行が可能な多機能護衛艦でハイテク防衛装備がふんだんに搭載されているからね。さて、今回はそんな最上型に搭載予定の OZZ-5 を詳しく見ていくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊の最新鋭護衛艦最上型 FFM は22隻の建造が計画され、三菱重工業長崎造船所において偽装が進められているよ。一番艦の最上が、2022年4月28日に就役する予定なんだけど、その最上型護衛艦に搭載される予定の自立型無人水中高層隊、アンマンドアンダーシービークル UUV について、4月20日から22日まで東京ビッグサイトで開催された。国際海事展 Sea Japan 2022で、防衛装備庁がその詳細を明らかにしたんだ。最上型護衛艦はこれまで海上自衛隊になかった艦級で、FFM という艦式号が与えられ、これはフリゲート艦を表す FF と、多目的マルチファンクショナルと機雷マインの頭文字の M を合わせたものであるとされるんだよね。フリゲート艦って?フリゲートは現在では、一般的には対潜防空能力を有していて、揚陸部隊、補給部隊、小船団などの護衛を主な任務とする艦の呼称だな。艦隊サイズとしては概ね駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされ、今回域での活動から遠洋での活動にも対応可能な航行性能を持っているぜ。この FFM 最上型護衛艦の構想が明らかにされたのは2013年12月に発表された。いわゆる25大港で、海上自衛隊における情報収集警戒監視任務が増大していることに対応するため、護衛隊軍に所属しない護衛隊艦番号が10番台あるいは2桁の護衛隊を5個から6個に増やし、保有する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていたんだけど、この2014年から2024年の間には冷戦期に整備した旧式化した護衛艦4隻が退役する予定であったことから、それらを入れ替えつつかつ増強を実現するために、多様な任務への対応能力の向上と艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇として計画されたものなんだって。この時点で FFM は多機能護衛艦 DEX と称されており、従来の近海沿岸海域の防備を担う DE アブクマ型護衛艦の後継艦種とされていたよ。このアブクマ型護衛艦は基準排水量2000トン満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル最大幅 13.4 メートルであるのに対して、最上型護衛艦は基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートルと一回り大きな設計となっていて、沿岸警備から外洋の航行も可能とされているんだ。防衛装備庁による当初の公募では、多様な任務への対応能力の向上と船体のコンパクト化の両立が求められ、2015年時点では3000トン型護衛艦と称されていたんだけど、最終的にはその3割ほど大型化した3900トン型護衛艦となったみたい。実は1番艦最上よりも一足早く2番艦熊野が2022年3月22日に、岡山県の三菱重工業マリタイムシステムズ旧三井 ES 造船玉の艦船工場で就役し、海上自衛隊横須賀基地の掃海隊群に配備されているんだけど、これは1番艦最上の機関運転試験の際に脱落した部品を吸い込んでしまった。ガスタービンエンジンが損傷し、工事の進捗が遅れたためなんだよね。最上型護衛艦は、現在3番艦の城と4番艦三熊がそれぞれ浸水し、三菱重工業長崎造船所において偽装工事中となっているよ。2番艦が熊野が掃海隊群に配備されたように、従来の護衛艦にはなかった対機雷戦能力の導入が最上型の特徴であり、これは、近年の日本周辺における国際情勢の変化が背景となり、主要国の間で大規模武力紛争が生じる可能性が低下したことに伴い、海上自衛隊では掃海部隊の規模縮小が検討されるとともに、
南西諸島など日本周辺の島嶼防衛のための水陸両用作戦を掃海部隊が支援することになったためなんだ。つまり、現在保有している機雷掃海用艦艇の退役を進めた後も必要な対機雷戦能力を担保し、対中国を意識した島嶼戦において、対機雷戦を含む水陸両用作戦支援を遂行する艦として、期待されているのが最上型護衛艦なんだよな。最上型護衛艦は、その強力な飛行火力という UV によって、機雷の掃討と上陸部隊の支援、および敵前掃海に対応すると見られており、そのために各種装備品が搭載されているよ。対機雷戦のために最上型護衛艦に搭載されているのが、対機雷戦ソナーシステム OQ-91 で、対機雷戦において、可変深度式ソナーバリアブルデプスソナー VDS による機雷の捜索とその種類の判別を実施するとともに、近隣に展開している味方の掃海艦艇や掃海ヘリコプター、掃海母艦などからの情報と時間の各種センサー情報を統合し、あらかじめインプットされた戦術思想に基づいた情報処理を行い、作戦全般における情勢判断及び行動意思決定を支援するための機能を有しているとされているんだ。さらに最上型護衛艦の対機雷戦能力を向上させるために搭載されるのが、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV で、どちらも三菱重工業によって開発製造が進められているってわけだな。今回その詳細が明らかにされた自立型無人水中高層対アンマンドアンダーシービークル UUV だけど、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ-5 は、防衛省技術研究本部が2017年に開発し、装備化して三菱重工業が製造しているもので、自立的に障害物などを回避しながら海中を航走し、機雷を探知するものとなっているよ。近年の機雷は、ステルス機雷などの探知しにくい機雷沈艇機雷や、旋回域などで泥中に埋没した機雷埋没機雷など、これまでの探知機では探知困難な機雷が出現していて、木製の掃海艦が機雷源に侵入して直接機雷捜索をすることが危険で困難になっており、このような探知困難な機雷を安全に探知するために開発されたのが、無人で広範囲を自律的に動いて機雷を探知する水中無人機 OZZ-5 ってわけだな。日本ではすでに自律型水中環境モニタリングロボット REMUS100 リーマス100を導入。旋回型として水中無人機 OZZ-1、また改良を加えた機雷捜索用水中無人機小型 OZZ-3 として運用しているほか、REMUS600 リーマス600を水中無人機 OZZ-2、改良型として機雷捜索用水中無人機中型 OZZ-4 として掃海艦で運用しているんだって。OZZ-5 は全長4メートル直径 0.533 メートル重さ 900kg の大きさで、リチウム二次電池を動力として巡航速度4ノット最大速力7ノットデク時間の航走が可能とされ、海上自衛隊潜水艦と同じ X 舵によって超低速での安定航走が可能とされているよ。OZZ-5 は、日本の NEC 社が開発した埋没機雷の探知に能力を発揮する低周波合成海溝ソナー LFSAS によって、埋没した目標情報だけでなく、沈艇機雷の画像情報なども得られるほか、フランスのタレス社が開発したステルス機雷などの、探知に優れた高周波合成海溝ソナー HFSASAMDIS によって高分解能な合成海溝処理画像を取得し、精緻な海底目標及び海底地形の情報が得られ、これら2周波の合成海溝処理画像を統合することで沈艇機雷の同時識別など、角度の高い機雷の探知識別ができるようになったんだよね。このように2周波の合成海溝ソナーを搭載して同時に作動させることが可能な水中無人機は OZZ-5 が世界初で、これまでも世界的に評価が高かった海上自衛隊の掃海能力を、より一層の高みに押し上げると見られているよ。日本の海上自衛隊は世界でもトップクラスの連動らしいし、最新の装備の力も余すことなく発揮してくれるよね。なお、日本とフランスの防衛当局は次世代機雷探知技術の共同研究開発を推し進めており、双方が保有している掃海技術やノウハウ、強みを活用した上での成果が期待されているぜ。この OZZ-5 の搭載によって FFM は、従来型の大型護衛艦を警戒監視任務から解放し、他国籍訓練や遠洋活動、訓練その他、大型護衛艦にのみ実施できる任務に専念させる一方で、警戒監視能力及び掃海部隊の戦闘力を大幅に引き上げるという、正しく他任務な活躍ができるようになるね。一方で、FFM はあくまで補助的、限定的な掃海能力を持つものであるため、当初奪還局面において本格的な大規模上陸作戦を敢行するためには従来配備されてきた掃海艦や、その他護衛艦等の戦力が欠かせないということは言うまでもないんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日は雑学クイズだよ。
待ってました。早速行くよ。一人当たりのトイレットペーパー使用量が一番多い都道府県は？全然わからん。北海道。人が多いとこかな？東京。じゃあ正解行くよ。正解は、沖縄でした。日本人一人当たりの年間トイレットペーパー消費量を調査したところ、年間約50ロール、月平均4ロールを消費していることが判明したんだ。また、一人が1ヶ月あたりに使うトイレットペーパーの量を都道府県別に調査したところ、使用量トップは沖縄県で 6.19 ロールと、ダントツの結果に、2位は青森県で 5.34 ロールが続く。ちなみに、最下位の47位は大分県の 1.50 ロールで、1位と比較すると約4分の1の消費量となっているんだ。以上、雑学クイズでした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。中国空軍の最新鋭戦闘機ホロ 20J20 は、いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機だよね。中国での愛称はマイティドラゴンと呼ばれているらしいじゃん。名前だけは一丁前だよね。2017年3月に運用が開始されていて、第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用が開始された F-22 ラプター。2015年7月に実用化されたアメリカの F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2に次いで、世界で3番目のステルス戦闘機とされているな。さて今回は中国の最新鋭戦闘機 J-20 はアメリカの F-35 と同じ第5世代ステルス戦闘機であることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。世界の第5世代戦闘機とされているのは、2022年6月現在においてこの3機種、F-35 には派生型として通常離着陸型の A 型と艦載型の C 型が追加されているの他には、2020年12月に運用が開始されたロシアのスホイ57だけであるみたいだよ。2022年3月にアメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官が、ミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中で、F-35 と J-20 が遭遇したことについて語っているな。それによると、東シナ海においてアメリカ軍の F-35 形式は不明が飛行中に、中国空軍の J-20 と遭遇して交戦寸前の状況まで接近したことがあるとしていて、F-35 のパイロットの報告によって J-20 の性能と中国軍パイロットの連動について、想像していた以上に高いものであったとしているよ。また、その際に付近には中国空軍の早期警戒管制機 KJ500 空 K500 も飛行していて、それらの間で統制の取れた行動を見せていたことに驚いたとして、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で対抗策を講じるべきと指摘したらしい。なお、ウィルスバック司令官は J-20 の運用については、J-35 のような対地、対艦攻撃能力も合わせ持つマルチロール機となるのか、あるいは F-22 のような制空戦闘機となるのかとの判断は、時期尚早であろうとしているね。J-20 は中国航空工業集団工司の一つである成都式工業工司で開発されたことから、チェングダ成都 J-20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では伊藤美中国語でリボンを意味するとも呼ばれているんだって。これは、第5世代機の中国での呼び方である4代機の4代と糸体の発音が似ていることと、これらの J-20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が薄く平らなリボンのような形状をしているものが多いことに由来しているみたいだよ。J-20 の開発は1990年代に始まり、2010年の末に成都式工業工司のテスト飛行場敷地内で地上走行試験が実施されたことが確認されて、非公式の軍人関連ウェブサイトに機体の醸造が掲載されたことで、その存在が広く知られるようになったんだよ。2011年1月には初飛行に成功したが、その機体が電波吸収素材の塗装が確認されたことからステルス性の高い機体であることが確認されており、そのレーダー反射断面積 RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値はアメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトフォークと同程度であり、F-35 の RCS が 0.0015、0.005 平方メートルで F-22 も 0.0002、0.0005 平方メートルであることと比べると、ステルス性能では若干劣ると見られているな。
2016年11月1日に広東省の樹海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて公開され、2機の J-20 によるデモンストレーション飛行が実施され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを内外にアピールしたみたいだよ。2018年9月には J-20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まったとされているらしい。なお、第5世代ステルス戦闘機では世界で初めて複座型が製作されていて、後席の乗員はロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の完成を行うものとみられているぜ。現時点で推定されている J-20 の初弦は、全長 21.2 メートル、全幅 13.01 メートル、全高 4.69 メートル、空挙重量 17,000 キログラム、最大離陸重量 36,300 キログラム、実用上昇限度 20,000 メートル、最高速度 2,500 キロメートル、毎時最大航続距離 5,900 キロメートルとされ、総発のエンジンは初期型においては、ロシア製でスホイ27フランカーに搭載されている。サプールン AL31FM に最大推力 145kN を搭載していたけど、2021年9月に行われた航空ショーで国産エンジンの WS10C 最大推力 147kN が搭載された J-20 を飛行させ、このタイプの J-20 が量産体制に入ったことをアピールしたんだよ。中国では J-20 用エンジンとして WS-15 最大推力 180kN の開発を進めているけど、それが難航しているために、すでに開発済みであった WS-10 の推力を引き上げ、魚市場のステルスノズルを備えて J-20 に搭載して、2023年の完成が予想されている WS-15 実用化までのつなぎとしたのであるみたいだよ。しかし、WS-10C には推力変更ノズルが搭載されていないために、空中機動性において F-22 より劣るとされ、中国では2022年から WS-10C に推力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められているとして、香港のサウスチャイナモーニングポスト CSCMP が報じているらしいな。また、J-20 のセンサーにはアクティブ電子操作アレイ AESA レーダーが搭載されているが、この AESA レーダーは2000から2200個の送受信モジュールを備えていて出力電力は 24kW 達するとされているぜ。この数値は F-22 が搭載している AESA レーダー ANAPG77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、J-20 に搭載されている AESA レーダーは ANAPG77 より探知距離が長いのではないかと見られているんだって。また J-20 には、F-35 に搭載されている ANA-937EODAS によく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えているほか、機種の下面には F-35 と同様に電子光学照準システム EOTS を備えているが、F-35 の EOTS-86 が空対空空対地赤外線捜索追尾機能を結合しているのに対して、J-20 の EOTS は空対空目標の捕捉照準に比重を置いていると見られているな。ちなみに、J-20 の1機あたりのコストは1億から1億2000万ドル約132から160億円と言われているけど、2000年代の初頭では4億5000から5億元約88から98億円とされていたもので、それは開発過程において大幅にコストが上昇したことを意味しており、推定されている研究開発費は約300億元約6000億円以上であろうと見られているよ。F-35 のコストは、直近で導入を決定したフィンランドが1機あたり、約7300万ユーロ93億円で購入するとされていることからすると J-20 はかなり高いけど、量産体制に入ったことで現在では多少は下がっていると思われるとなっているよ。また、日本が購入する F-35 の価格が1機約130億円と J-20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになってカモにされているのではないか?などとして批判する声が、左翼政党や左翼メディアなどから上がっているが、これは日本での F-35 の製造に国内企業を絡めたことが要因となっているのであるらしい。防衛省は主力戦闘機採用の条件として、国内企業に機体やエンジンの生産、
整備を部分的に任せることを挙げており、F-35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が機体の最終組み立てや検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに日本企業が参画することを認めているみたい。この条件を付加するのは、国内企業に仕事を与えて国産化を目指す次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としているためであるけど、そのことで新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が調達価格に上乗せされているのであるとなっているよ。そして、J20 の研究開発費が約300億元、約6000億円以上とされていることに関して、2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として防衛省が開発を進めている、航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに批判が上がっているぜ。しかしながら、これについては過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているのであるから、F-16 ファイティングファルコンを母体として F-2 を開発した経験しかない日本が、次世代第6世代とされる戦闘機を開発するのだから当然とする見方があるらしいな。自衛隊の装備品をすべて国産化して、調達を世界情勢に左右されないようにすることは国防上必須であり、特に高額な装備品である戦闘機の国産開発製造は重要で、国内企業の防衛産業離れが問題視されている現状を踏まえ、ここは多額の投資によって国内企業の防衛産業参画を促しておくべきであろうとなっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年12月16日、日本政府はかねてより表明していた防衛費の増額とその使途となる防衛装備品の具体的な調達数等を、国家安全保障戦略国家防衛戦略防衛力整備計画の3つの文書で表明することとなったよ。すでに大枠の内容としてはこれまでも漏れ聞こえてきていたものが大半であり、そこまで目新しいものではないというのが大方の見方ではあったな。でも個別に見れば若干の相違点が感じられる部分も存在するよね。さて今回は防衛力整備計画で示された海上自衛隊の所要装備の体制について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回特に着目してみたいのは、四方を広い領海で囲まれた日本の防衛を支える海上自衛隊についてであり、その主力の艦艇については従来の計画を継続しながら微調整が行われているように見受けるためだよ。まず今回の前の最後の防衛計画の対抗となった同2019年度分の内容では、海上自衛隊の主要装備は護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機という体制を目指す方向であることが定められていたんだ。これが今回の防衛力整備計画においては、護衛艦54隻、イージスシステム搭載艦2隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機170機とされており、イージスシステム搭載艦2隻分が増加、作戦用航空機20機が減少しているぜ。作戦用航空機に関しては新型機のここの機体の能力の向上で数量自体の減少をカバーする方針だと思われるが、イージスシステム搭載艦については追加の種別の艦艇であり、大きな変更点と呼べるものだろうな。このイージスシステム搭載艦は、地上配備型のミサイル防衛システムの要と位置づけられていたイージスアショアの導入中止を受けて、その代替策として急遽建造することが決められた特殊な艦艇なんだ。イージスアショアはもともと秋田県と山口県の2カ所に配備することで、日本列島全体をカバーするミサイル防衛システムとして期待されていたものだったけど、発射した後のブースターの落下地点の制御が困難なことが発覚したよ。狭い日本の国土においてはこのブースターの落下地点の安全性の担保が困難なことは致命的となり、一時は制御するソフトウェアやその開発によって回避する方法が施行されたものの、コスト的時間的に厳しいとの結論が出されたね。そのため、
このイージス・アショア導入用にすでに契約を行っていた SPY-7 レーダー2機や、発射装置をそのまま転用して艦艇に搭載しようというのがイージスシステム搭載艦であり、いわば苦肉の策で登場したものなんだ。このイージスシステム搭載艦、2022年夏場にはどうせ建造するのであればミサイル防衛用の兵装に止まらず、反撃能力の付与も同時に行うのはどうかと、兵装を強化した超大型艦となる構想も報道を賑わせたね。しかしその取ってつけたかのような大型艦は、その後の検討でやはり実現性、そして何により費用対効果が不明瞭と判断された模様で、現行の通常のイージス護衛艦と同程度のサイズで建造することに落ち着いているぜ。この現行のイージス護衛艦という括りが今回の防衛力整備計画の中ではポイントになっており、護衛艦54隻体制は従来通りの計画とはいうものの、その中で8隻だった現行のイージス護衛艦は10隻へと2隻増やされているよ。これは今回の安全保障関連の国家安全保障戦略国家防衛戦略防衛力整備計画の3文書の内容を履行するにあたって、防衛費の増額を成し得たこともあり、その結果として単体では最も高価なイージス護衛艦の増加を盛り込めたのだと思われるんだ。もともと365日24時間の稼働が陸上配備型ゆえに可能であったイージスアショアに比して、イージスシステム搭載艦はその設備を転用するとはいえ、艦艇であるための維持メンテナンスは避けられず2隻で同じ体制は行えないよ。そのためイージスシステム搭載艦が維持メンテナンスなどで任務を離れる場合には、現状がそうであるようにイージス護衛艦がそのカバーを担う必要が生じ、現状で8隻しか保有していない貴重な同艦の行動が制約されてしまうんだ。今回のイージス艦を現行の8隻から10隻へと増加させることは、イージスシステム搭載艦の任務のカバーが不可避であるならば、イージス護衛艦の数自体を増やすことで対処しようという必要に迫られた対応なんだろうね。さてそのような状況が今回の防衛力整備計画では感じられる内容となっているんだけど、現行のイージス護衛艦について海上自衛隊は混合型4隻、アタゴ型2隻、そして最新鋭のマヤ型2隻の8隻を保有運用しているよ。これらの混合型、アタゴ型、マヤ型の3種のイージス護衛艦は、建造された時代によって徐々に艦隊は大型化はされているものの、すべてアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースにした艦艇だね。その中で最新鋭のマヤ型は当然最も規模が大きく、基準排水量が8200トン、満載排水量が1250トン、全長が 170.0m、全幅が 21.0m の艦隊を持ち、満載排水量で1万トン超級のため、巡洋艦と称されることもあるんだ。このマヤ型の規模艦は確かに本家のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の現在の最新バージョンである、フライト 2A をもしのぐものであり、今年から建造される予定のフライト3よりも数値上では上回るものとなっているぜ。マヤ型護衛艦は1番艦でネームシップのマヤが2020年3月、2番艦のワグロが2021年3月に就役を迎えているが、いずれもジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場で建造された艦艇となっているな。これまでがどうだったかといえば混合型は3隻が三菱重工業社の長崎造船所、1隻が IHI 社の東京第一工場、アタゴ型は2隻とも三菱重工業社の長崎造船所で建造されており、ジャパンマリンユナイテッド社はマヤ型が初めてのイージス護衛艦建造となっているよ。混合型とアタゴ型は機関部には複数のガスタービン機関を組み合わせた COGAG 方式を採用しており、数値上からは最大出力は10万馬力で最大速力は30ノットであり、このクラスの艦艇としては世界標準と言えるだろうね。マヤ型ではこうしたこれまでの機関部を改め COGLAG 方式としており、これは通常時の低速及び巡航航行ではガスタービン機関によって発電機を介しその電力を用いて推進し、高速航行には別の専用のガスタービン機関も直接駆動で稼働させるんだ。この COGLAG 方式の採用によってマヤ型は、最大出力は6万9000馬力で最大速力は30ノットと公表されており、
先に挙げた混合型やアタゴ型に比すればカタログ数値は低下しているが、実用性と航続距離を優先したことが伺えるな。ただし厳密には混合型及びアタゴ型の最大速力は30ノット以上であり、これに比してマヤ型は約30ノットと評されているため、実際の最大速力も低下している可能性が高いが、対艦ミサイル等の攻撃から見れば大差はないと思うぜ。マヤ型にはイージス護衛艦として核となる兵器システムとしては、AWS イージス武器システムとしてベースライン J7、弾道ミサイル防衛システムとして BMD5.1 の2つを統合して搭載。迎撃用ミサイルの SM6 は後日装備となっているね。ただしマヤ型には CEC 共同抗戦能力が海上自衛隊の艦艇としては初めて実装されており、友軍の艦隊の艦艇と共同して脅威となる敵への射撃管制に必要な情報を即時共有できるもので、今後の必須の能力となることは間違いないよ。こうした機関部や戦闘システムにおいても一口にイージス護衛艦といっても、従来の混合型やアタゴ型から進化を遂げているのがマヤ型だけど、海上自衛隊の中では次の新造艦はまた別の艦級になるとの見方が有力みたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。